エアウィーヴさんとはもう10年こう一緒にあの、まあ、プレーを助けてもらっているのであの、まあ、今回も怪我をしてますけど、まあ、睡眠というのがあの本当に一番回復する一番大事なものだと僕も思っているので、えーまあ、エアウィーヴで寝て、えー、しっかり早く治して、えー、早めに復帰できるように、えー、したいなと思いますどちらかというと僕ら皆さんサイドなんですよ。一番気になるのは <laughs> 肘どどうう怪我怪我はあの、まあ、そんなに悪くはないので、まあ、まだずっとこの23か月ずっと痛みがありながらプレーしてたのであ<ー>まあここで1回しっかり治そうということであと23週間、ドクターには<う>、えーまあ、テニスはしないほうがいいと言われたので。 じゃあ全米オープンでものすごくテニスはいいんだけど集中できなかったのはやっぱ違和感があった感じだったんですかそれで,集中できなかったそうですね肘の痛みはずっとストレスにはなってたので、えー、フレンチオープンから痛みはあったので、えー、まあ我慢しながらずっとやってたんですけど、えー、まあ今、やっぱり治さないといけないっていうことで、まあ、あの今回残念ながら楽天オープンもえ出れないことになったんですけど。だってあの人が多分 じゃあ、今年中全部出れないのかっていうふうに聞いてるんですよ。<laughs> どうですよ治り次第まあ二三週間という週間なので、あまあ一応、ビエナにはあの、ウィーンには出る予定ではいますあよかったですね、<laughs> ちょっとご参加いただきまして、でもそれはある意味、2020ってうことも含めての決断なのかなって気もしますが。 そうですね。あのもちろんオリンピックがあの本当に一年後に迫っているので、えー、まあそのためでももちろんあります。ミスコリ選手は睡眠が大好きとお伺いしておりますが、はい、どれくらい寝られるんですか？えー、寝るときはしっかり寝ますね。昔はすごい12時間13時間寝てましたけど、今はちょっと減ってきましたね。<laughs> あ、それは年齢とともにちょっと多分あのあんまり寝れなくなってきたので。 そこまでは、でも基本十時間ぐらいは寝たい人ですね。Eat to win ってありますよね。<ん>食事、食べて勝つってあります、はい、今はやっぱり Sleep to win っていうか、えー、寝るっていうことは、正直アスリートにとって一番大事な、まあ、休める時間ですから。ただ十二時間は世界一じゃないですかアスリートの中で。<laughs> そうかもしれないですね、はい。な途中で起きたりしない、うん、起きたりするけど、 昔はずっと寝れてましたね。それ得意ですね、えー。ベスト睡眠時間ってあるんですか？この大会勝ったとき何時間寝たなとか。でも多分多くて<あ>13とか、14寝たときもあるかなと思います、うんえー。僕は昔からなんか趣味みたいなところがあって寝るのが一番好きだったので、えーまあ、あとどこにいても結構寝れるタイプの人間で、まあ、車だったり、まあ、飛行機も。 あのすぐあの眠りに落ちてしまうのでこう寝るのが多分なんか何よりもこう自分の体を回復させてくれるなんか人間のこう持ってる力というかえもちろん食べることだったりえまあ治療をすることだったりいろいろありますけどあのまあ寝てこそあの体がしっかり回復してくれるのでえまあ自分の好きなことでもあるけど。 あのアスリートにとってすごく大事なことだと思いま錦織選手、寝るっていうことに関して寝るまでってすごい大変じゃないですか僕は羊を一匹じゃなくてお寿司食べに行ったらお寿司1貫目、2貫目,目みたいなので寝ていくんですよ西織選手は何をイメージして寝てきます、えー、僕は基本的に寝れないときは自分でしりとりをして。 あのいつの間に寝てるパターンが多いですねど,どういうしりとりえー、なんか自分でルール決めてなんか3文字なり4文字なりなんか縛ってしりとりしたりやはりこの睡眠 a o b を使いながら彼自身のいわゆる治療っていうものを睡眠をとりながらできるそして最終的にやっぱり僕はやっぱり2020に対しての 僕はあの応援団長を今させてもらってるだからこそこのオリンピックでもう一度メダルっていうものに対して向かっていく強い錦織圭いてほしいなと思いますね。はい